明治神宮野球場です。東京ヤクルトスワローズ対横浜 DeNA ベイスターズ、このゲームの模様をお送りいたします。スワローズの先発はエースの小川、対するベイスターズの先発はエースの今永、この両投手の先発が発表されています。さあ、まもなく試合開始となります。スワローズピッチャーを変えてきました。清水降板、そしてマウンド上はクローザー田口。最終回2点リードの場面でマウンドに上がります。期待しましょう。注目の投球です。さあ、いよいよ最終回。この回の先頭バッターは戸柱。第9、インコース低めストライク、いきなり151キロ。第2球ストライク、タイミング合いません。第3球を投げた、見送ってボール。第4球はアウトロー、ストレートは外れてボール。第5球投げた、打ちました、ショートの右、奥村取った、アウト。これでワンアウト、ランナーはありません。代打は太田に代わりまして、太田背番号0。第9投げた、見送ってストライク。初球ストライクから第2球投げた、ボール。第3球を投げました、打った、ボテボテの当たりはセカンドゴロ、アウト。さあ、いよいよあと1人、バッターは代打関根。スワローズここは何としても抑えたい場面。第9投げました、直球見送ってストライク。1球目ストライクから第2球投げました、外の球空振り。さあ、次の1球が最後となるか。投げました、ボール。第4球を投げました、サークルチェンジはボール。第5球投げた、打ちました、抜けた、関根ナイスバッティングです。バッターはトップに帰ってオースティン、ランナースタート、二塁送球はどうだ、盗塁を許します。ランナーを詰められてしまいました。先ほどのプレーです。第2球投げた、ストライク、膝元厳しいところ。第3球を投げた、打ちました、ライトへ行った、ライト前進、取りました、ゲームセット。スワローズ2点差で逃げ切りました。本日の試合はスワローズの勝ちでございます。勝利投手清水、西武田口、敗戦投手今永でございます。さあ、本日のヒーローは2名。まもなくインタビューが始まります。本当に今日は2人とも大活躍でした。